はい、まだつえ。おはよう。おはようつうか、俺今から飯食って寝るけど。こんばんは。はい、まだつえ。はい、まだつえ。よろしく。箸ないんだ。海鮮丼。バカだな、俺海鮮の寿司買ってんじゃん。かぶってるっつうの。夕飯だね、晩飯。例えば最近規則正しい生活になったら夕飯だね。普段だったら朝飯とか言うけど、夕飯だわ本当に。魚欲してんのかな。寿司なんか寿司の海鮮丼と寿司買っちゃったよ。バカだな。なんかあの安かったから選んだんだけど、あのスーパー夜安いじゃん、割引じゃん。もう腹減って腹減ってさ、最近ロードワークやってるから腹がめちゃめちゃ減るんだよね。生魚大好きだよ。もう日本人に生まれてよかった。やっぱ寿司だよ。生で魚食える国っていいよね。安だよね。腹もべっこりへこんでびっくりするよ。もう腹が本当にやばい。お腹がすごい痩せたの。見る？腹。ビビるよ、マジで。俺の体。知ってるじゃん、みんな。待って、腹やばいから。本当に。腹乗っかってたのが、ほら。わかる？へこませてないよ、これ。なくなったでしょ、ロードワーク。やばいよね、減ったでしょ。腹飯がっつり食ってんだよ。すごくない？痩せたでしょ。毎日5キロ走ってるから。いや減った、すごいよね。うわと思ってびっくりしたもん。完全に乗っかってたよね、ボコって。ほらへこませたらこうなるもん。ちょっとね、これ、捨て頃までに腹筋割れるぞ。よいしょ。いただきます。ご飯食べます。いただきます。ドレさんとコラボしたいね。でもドレさんがね、俺のこと NG なんだよね。12日だね。変わる。完全に変わる。5キロのロードワークを、12日やってるかな。明日が13日目。筋トレはどうなんだろうね。ちょっとやった方がいいのかな。今すげえ毎日走ってるよ。5キロ。狂ったように走ってるね。みやび効果めっちゃ出てるね。だってまだ2週間なのにこんなに痩せてんだぜ。相当痩せるでしょ。いただきます。うん、うまい。よく寝てよく食べてる。うん。ダッシュやった方がいいね。ダッシュと反復横跳びやる。
ただ今は肺活量と動ける体作るためにやってるから、とりあえず今5キロを信号待ち込みで30分以内に走ってるのね。だからそれをもうちょっと続けて、そっから速筋を鍛える。毎日続けることが大事だと思ってるから。あ、ストレッチもやる。うん。でもね、ドルさんの言う通り、ダッシュは絶対入れた方がいい。さあ、最初に無理しすぎるとサボったら意味ないから、一日サボったらもう3日休むのと一緒だから。めっちゃ寒いよ、毎日。でもね、みんな枠に来て応援してくれんだよね。頑張れ頑張れっつって。毎日走りたくないと思っても。坂道ダッシュはロードワーク5キロ、坂道走ってる俺。そう。そう。わからない。絶対負けない。そうそうそう。だからとりあえず毎日走るっていうのが目標で、そっからメニュー追加していく。でもだんだん筋肉痛にならなくなって、もう完璧にならなくなったよ。この3日ぐらい筋肉痛ない。やっと30分切って走れるようになったし。うめえ。飯がうまい。まあ、とりあえず最初の1ヶ月はリハビリっていうか、ジムに通える体作り。ああ、本当に。今回最後だからね。人生最後の格闘技。燃え尽きようぜ。最後の格闘技だから。いや、最近の方が楽しいね。最近配信めちゃめちゃ楽しい。てか、ダーダー稼いでないよ。てか、全然アイテムもらってないもん、今。でもめちゃめちゃ楽しいね。もうお金くれっていうのやめたん。超楽しいよ。最近なんか閲覧ついてきてないけど、神回多いしね。リスナーさんから昨日の回面白かったとか結構言われる。何々の回面白かったとか。普通に楽しいね、今。うまいな。いいですよ、どうぞ。上がってください。
します。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。すいません。コラボ上がるときはイヤホンつけないとダメですよ。あ、すいません。イヤホンつけさせていただきます。もういつもやってしまうんですよ。そんなね、ほんまに。こんなバカですわ。ほんますいません。イヤホンつけさせていただきます。すいません。申し訳ないです。これでどうでしょうか。音声はどうでしょうか。大丈夫ですね。ああすいません、ほんまいつもこんな感じで本当やってしまいました。ほんますいません、いつもこんなんばっかりでした。ほんまにもう全部もう全然ダメですわ。ほんますいません、ほんまああもうほんまもうやってしまいました。申し訳ないです。ほんまにもうほんまこんなことばっかりですわ。僕もほんますいません、もうすいません、ほんますいません、すいません、もうごめんなさい、もうすいません、もうすいません、申し訳ないです。ほんまにもうこんなことやってばっかりですわ。ほんまいつもこんなんですわ。もう申し訳ないです。ほんまにもうごめんなさい。すいません、申し訳ないです。すいません、すいません、初めまして、翼さん。こっち飯食ってるんだけど。そういうとこだよね。いや、そういうとこでしょ、結局。うまい。何の話してっけ。このコラボは誰でも上がれるよ。リスナーさんでも誰でも誰でも上がれるよ。寿司やね。上がり方コラボっていうのを押せばいいんだ。コラボに上がるとか、なんかコラボボタンみたいなのないの。わかんない、どうやってやるのか。コラボボタンとかない。ごちそうさまでーす。あるよね、多分ね。海鮮丼と寿司。ハゲてる。やすた。めちゃめちゃ頑張ってるよ。髪伸びたね。
なんか俺感覚として分かんないのさ、初見ですって言われてもだから何なんだよって感じだよね。思わない、初見だから何なんだろうっていう。それあなたの都合であって俺らには全く関係ないからね。人が楽しんでる時にさ、自分の言いたいことでお茶濁すなよっていう。初見だから何なんだよな。そう思わない。何年やってると思ってんのよな、こっち。なあ、体変わり始める楽しいね。あと、タイムがどんどん上がっていってるから、初日とかね、ほんと5キロ走んのに50分ぐらいかかったの。それが40分台になって、30分台になって、で、30分切れるかなっていう時、また37分に戻って、で、この2日間は連続で30分切ってるんだよね。よう間抜け。あ、もしもし。よう間抜け。もうお疲れ様で。何？何のよ。何のよじゃねえ。お前コラボやってるからお前。うん、ちょっと暇だからからかいに来たんだよ。あ、そうなんだ。どう？何がどうの？じゃあおめえどうの？何？おめえ走ってるだけじゃん。あ、走ってるだけだよ。お前大丈夫お前。何が？お前大丈夫？あ、さあ、お前さ、配信何年やってんだよ。イヤホンつけろよ。回るんだよ、音が。だからお前、カソなんだよ。いやいやいや、お前よりは全然カソじゃないけどね。お前よりカソじゃないって、お前カソりまくってんじゃん。いやいや、お前よりはカソじゃないんだよ。だからイヤホンつけろと。とりあえずイヤホンない状況の中で、あ、ワードがあれだな、みたいなさ。ちょっとカソってんな、みたいな感じでさ。助けてあげようかな、みたいなさ。お前よりかそってないよ。マジに。いや、マジだけど。お前って自分のこと知らないんだな。どういうこと？自分を知らないんだな。どういうこと？え、ワード、これ、羽織ってる？羽織ってるから言ってんだろ、イヤホンつけろって。マジか。だからかそなんだよ。いや、そこはどうでもいいわな。どうでもよくないでしょ、聞いてる人からしたら俺の声がダブってんだから。お前って真面目なんだな。は？ワド、ワド、お前真面目なんだな。どういうこと？なんか、だってお前ってさ、すげえ真面目じゃん、そこ。いや、ごめん、主語がなくて意味が分かんない。羽織ってる時点で失格なんだな。そりゃそうっしょ。何言ってんだか分かんないんだから。リスナーからしたら。でも、和道の方が仮装とか着てるよ、これ。現実考えろ。あ、でもさ、ちょ、和道、もう一回さ、もう一回聞くね。和道、今これ羽織ってる？羽織ってるけど。そう、じゃあちょっともう一回やり直すわ。うん、聞き取りづらいよね、普通にね。コラボのイヤホンつけるとかもう基礎中の基礎なんだけどな。何なんだろうね。どうも。おお、バカ10個ありがとう。どうもありがとう。サンキュー。バカだよね。わかんない。誰でも上がっていいよ。うん、本当のバカ。
まあ俺もなかなか痛いけどな、うん、大丈夫だよ、6月にボッコボコにすっからあいつ6月にうんこちびるぐらいボッコボコにすっから。チンピラっつうかチンピラだからね、あれ、うん、チンピラみたいじゃなくてチンピラだから、あれ。バーガーありがとう、サンキュー。トツ上がりたい人上がっていいよ、全然。いいとすごいで、サル言ってるの痛い。あ、違う違う、シャブ打ってるのを注射痕隠すために焼くんだよ。シャブ中はカラコン入れんのは瞳孔開いてんのを隠すためで、日焼けは注射痕を隠すため。バカありがとう。いいの、それしょうもねえよな、ほんとに。いやいや、最近楽しいんだよね。新規、あんま考えてないよ。楽しくやりたいだけ。なんか深読みしすぎだよ。勘繰りすぎだって。楽しきゃいいじゃん。普通に俺楽しみたいだけなんだよね。今年のテーマなんだよ。もう終わるかもしんねえから、とことん楽しむっていうのが。初心に帰ってんだよね。勘繰りすぎ、勘繰りすぎ。まあ別に勘繰ってもいいけど、何の得もねえよ。楽しもうよ。みやび50だよ、もう。そうそう。楽しいよね、最近。愛はどつ。勘ぐってみても楽しくねえよ。そうそう。今この瞬間楽しめばいいんだよ。別にいいじゃん、ニートだってなんだって。バカだよね。うっすー、お疲れ。試合までに捕まったら、あの、なんだっけ、あの、なんて言うんだっけ、バウンサーじゃなくて、なんて言うんだっけ、あの、控えの選手が、直樹兄さんだから、また直樹兄さん再戦かもしれない。コラボ？上がっていいよ、全然。リザーバーか。リザーバーか。直樹兄さんになったら全然ファイトスタイル違うからね。笑うよね。どんな流れ？いや、別に流れとかないよ。流れとかないよ。言いたいことはあったり、聞いてほしいことあったりとかするときにコラボって上がるもんで、流れとか別にないよ。わかんない。おかしい？パイセンとやってほしい。パイセン多分強いよ。パイセンめちゃめちゃ強いと思う。小峠全然いいよ。来ても。いやー、負けは負けでしょ。惜しくないよ。負けは負けだよ。まあ次は勝つけどね。次は勝つよ。
パイセンよっさん殴ってたね。結構とっぽいんだよね。すぐ殴るんだよね。あげろってどういうこと？申請が来ないとあげらんないんだけど。いや、来てないけど、申請。リクエストありませんだって。リクエスト来てないよ。申請してる？バグかな？じゃあ。バグってんな。一回枠取り直すわ。一回枠取り直す。申請が来てない。身長170。じゃあ一回枠取り直します。取り四つです。次は来てください。おつおつ。治ったかな。どうも。バグってたんで枠取り直しました。お疲れ様です。はい、ワドツ。はい、ワドツ。イス。はい、ワドツ。申請いいよ。うん、申請していいよ。夜ご飯は寿司食ったね。広角レンズだね。ワトツ。はいはい。ワトツです。はいはい。はい。いや、この間はありがとうございました。はいはい。さん、覚えてくれてます？あれでしょ、あの、ストロングゼロの人でしょ。そう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 。そう。あれだろうな。今日は顔映してないの？いや、上がってきたつもりなんだけど、なってないね。なんか画面、俺の Wi-Fi 状況が。あ、カメ。インカメしながらのかな？こうか。ちゃうか。あ、いけてるか。うん。そう。うん。ワード2。はいはい、和道さん、あの、配信歴どれくらいなの？ 6 年。6年っていうことは、今何年だ？うん、ニコ生は、あの、ニコ生が、すごく熱かった時代？いや、オワコンって言われてたよ、俺がやった時は。あ、そうなんだ。オワコンって言われてたくらいから。うん、俺もね、結構、何年前か知らんけど、結構昔から配信見るの好きで。うん。もこう先生と絡みある？あ、俺ないね、もこうさんとは。あ、ないんだ。俺、もこうさん大好きなの。へ、うん、あ、誰とお絡みあんの？例えば、有名どころで言ったら。うん、まあまあ、いろんな人とあるよ。まだ君、あれだね。なんかこう、ちょっと上から目線だね。和道くん。わかんないけど。やっぱ、大手ぶってるね。あるでしょ、そういうところ。いや、ないけど。その態度。落ち着いてるところ、腹立つわー、余裕あるところ。なんだ、ちょっと待って、ごめん、全然さ、とりあえず上がってきただけだから、うん、あの、うん、話題とかないんだけど、ワド先輩、話題ないなら、いや、話題ないなら、あ、分かった、じゃあ作る、じゃあ作る、作るから。うん、作った方がいいよ。うん、ワドさんはどういう、うん、どういう意識で配信をやってる？もちろん、こう、後からね、あの、リスナーからあの人配信者だよみたいな、配信でご飯食べてるよみたいな聞いてんだけど、うん、
いや、どういう意識？配信に対する意識を聞かせて。うん。楽しくやる。ああ、それが一番だね。自分が楽しんで、なおかつお金もみたいな。まあそうだね。そうだね。楽しまないとね、やっぱり。そうだね。どういうの、どういう時が楽しいと思う？あ、まあ、喋りがハマった時っていうか、リスナーさん楽しい会話ができた時かな。あ、リスナーさんと一緒に、こう、一丸となって話ができた時に。じゃあ、どういう話題が好きなの？俺は宗教とか好きだね。かぶってるやん、俺と。また、また。いや、かぶってない。いやいや、かぶってない、かぶってない。いや、俺は宗教嫌いだって言ってんだろ。いや、かぶってない。なるか、また。あなたとはかぶってないから。なんでやねん。だ宗教詳しくなかったぞ。いや、宗教は詳しくないよ。うん。うん、俺は道徳の話をしてんだよ。あの、宗教と、まあ、宗教は別に俺、間違いだとは思ってないからね。宗教してる多くの人間が嫌いだって言ってんの。宗教自体を否定してるんじゃなく、宗教してる人が大半の人間が嫌いだって言ってんの。なぜかと言ったら、強要してくるから。わかる？わかんない。そこになんかあんまり理解してないのに、なんでそうなのって純粋にこう質問を投げかけた時に、そうだからみたいな感じで感情的になる人間が多いから。なんかこう来たらいいねみたいな、来たらこう幸せになるみたいな。俺宗教の人いろんな人喋ったけど感情的になってる人あんまいなかったけどね、うん、それは若い人な。俺がいてんのおばちゃん。俺のリアルで多いのはあのなんていう親戚のおばちゃんとか、うちんち結構宗教してる人多いから、うん、へえ、うん、だそういうのを間近で見とって、うんうん、結構ストレスになってきたかなって。だから俺は宗教に対するイメージはあんまり良くない。どこの宗教それ？仏教？どこの宗教っていうのはあんま配信上で言うのは良くないかなと思うから。まあ、そこそこ有名だよ。お、22号、お前俺のこと知ってんのか？ね、久しぶり。いや、別に問題なくない、問題ないでしょ。どこの宗教から勧誘受けたっていうのは。17号はじゃあどういう話は面白いと思うの？なんてワード。どこの宗教かを別に名前を挙げるのは配信上別に問題ないよっていう。ないけど、俺の中で嫌なの。別に挙げてもいいんだけど。テカテカ？いい男はテカるんだって、イチゴ。多分ね、僕とあなたじゃ話合わないと思うよ。うん、なんで？あのね、うん、幼稚園生と大学教授が話したら会話噛み合わないと思わない？そうだね。うん、そういうこと。うん。あ、そういうことね。じゃあ君が大学生教授だと思ってんだ。うん、じゃあ教えてよ。大学生教授っていうのはちょっとよくわかんないけど、うん。うん。君はそう思ってんだ。俺も別に全然頭がいいと思うね。語彙力があると思う。もう全然思ってないんだよ。うん。うん。大津さんらしく、こう、なんかちょっと大きな器で受け入れてよ。ワードは。いや、俺大手じゃないもん。まあまあ、大手とか別にどうでもいいけどさ。この55人の閲覧持ってる、ね、俺の中では大手なわけよ。数字持ってるから。おうん。なんかこうちょっとね、大きな目で見てさ、拾ってよ、うん、広げてみてよ、これで。いや、だって会話にならないんだもん。だから会話にしてみてよ。いや、だから無理だっつって俺頑張るから。なんで無理だっつうの？その根拠は？その根拠は？前回2回コラボやって面白くなんなかったじゃん。だから根拠は面白くならなかった。いや、結果が出てるでしょって。根拠は、根拠の意味分かってる？分かってないから教えて。だから根拠の意味も分かんない人と会話ができない。だその根拠を教えてって言ってる。だから根拠の意味が分からない人と会話ができないっていうのが根拠なんだって。
根拠っていうのは大体わかるよ。分かってないじゃん。根拠を話したら、その根拠はって言われちゃったんだよ、俺。だから、そのね、根拠を、その根拠を教えてって言ってんの。いや、だから根拠という語源を教えてって言ってるわけじゃなくて、君と話は、ね、どうして話し合いにならないんだっていう、ね、根拠を教えてって言ってんの、俺は。今話したじゃん。2回会話をして、あなたは3回目なんだよ、うん、今回。で、2回グダグダゲーで。2回目だよ。俺は2回目だよ。いや、3回目、3回目。3回目か。うん。うん。うんで、2回滑ってるわけだから面白くならないよっていう根拠を示したら。あ、君は滑ってるのね。うん。うん。じゃあどうして滑ってると思ってんの？教えて。俺の正常のために。2回結果が出なかったんだから。うん、だからどうやって結果、俺全然さ、いや、根拠の話、根拠の話。お前のリスナーが集まってる中で、こんなさ、ポンプじゃないけど、なんかこの、お前のリスナーのコメントを見て、そういうコメントを読んで判断してんの、お前。ないやだからね、うちのリスナーさんの枠に上がってきて、うちのリスナーさんの文句言うのはあなたおかしいでしょ。え、どういうこと。だったら呪縛、だったら呪縛やりなよ。え、そのね、配信会の常識みたいなの俺知らないんだよ。いやいや、人としての常識でしょ。別にあかんの、人の枠に上がってきて、お前のところのコメントを拾ってあかんの。いや、ダメでしょ。なんでなん、なんでなんて。コメント拾うんだったら呪縛でやれよ、いいじゃん。お前何も喋れへんからやん。で、お前は、そのコメントで、俺は、お前が、このコメントで、判断してんのかなって思ったから、そう聞いてんの。いや、つまらないっていうコメントで溢れてるけど。いやいや、あなたと話して面白くなかったよって言ってんの。うん、あ、面白くなかったんだ。で、なんであげたんじゃ、君。なんであげたの。いや、上がりたいって言ったからあげたんだよ。うん、上がりたいって思うんで、上がった。うん、よかったんだ。うん。うん。うん。よかったね。いや、別によくないけど、全然面白くないけど、俺の中で。さあ、じゃあ、お疲れ。うん、なんでなん、バイバイ。なんでなん、なんでなん。いや、面白いところに行けないよ。和道くん、落とすの、落とすんだ。これで落とすんだ。病気だろ、本当に。前座にもならねえよ、本当。根拠つまらないで。なんでわかんないんだろうね。沼。沼ばっかりな、ほんと。キモいね。病院だよね。病院。いや、まあ、アホは別にいいけど、話題ぐらいね、言いたいこととかをまとめてこないとダメでしょ。マナー違反でしょ。マナー違反。いや、バカなんでしょ？沼ホイホイ。沼ホイホイ。いえいえ、喧嘩突末とかないよ、別に。ルールは設けてないよ。土曜日またぎになる。うん、沼ばっかりだかんね。キャバクラと酒の女話だよな、ああいうタイプ。いや、この前パチスローの話振ってみたの。絶対食いつくだろうなと思ったら、すごい生き生き喋ってて引いた。酒と女とギャンブルの話しかできないんだよ。うん。酒と女とギャンブル。もう一回上がっていいですか？誰だか分かんないかんね。誰だか分からん。うはうはで喋ってたよ。うはうはで。できなかったじゃん。いや、話ができんだったら、呪縛やったら、人が集まるでしょ。話が面白かったら。人が集まらないってことは、話が面白くないんだと思って、自分のこと戒めないとダメだよ。話上手くならないと。俺は、面白い話できるなんて誰でも言えるんだから。実際に面白い話しないと人は集まらんよ。
話題ないなら上がんない方がいいと思うよ。周りが迷惑するから。誰のこと言ってるのかわからないっていうことは頭が相当だと思う。この会話の時系列で話の内容が理解できない、誰のこと言ってるんだっていうのはあなたの頭に問題があると思う。金林さんふわっち戻ってないでしょ。金林さん戻ってないでしょ。全然。いやだから自爆でやりなって言ってんの。面白い話ができるかどうか。金林さんやってんだ今。いや逃げ腰でもなんでも好きに解釈すればいいじゃん。どうもどうも、和道さんも眠たいですか？うん、じゃあ寝ればいいくないですか？普通に配信しないで。そうだね。ねえ、なんでこんなにアンチしかいないですか和道さん。ねえ、まあ配信者は基本的にアンチありきですからね、基本。ねえ、だ誰あなた。僕山ちゃんです。そうなんだ。はい、指で指で上がってきました。コラボ指で、はあ、なんでさあなたさそんなに毛濃いの？ねえ、毛濃いのは遺伝じゃないかな。遺伝なの？じゃあ俺も動画にしていい、うん、和道ちゃん。いいよしなくて。なんでしなくていいの？俺イケてるメンズって言われてるから、もう見たら惚れるよ多分俺のこと。ね、いやいや大体想像つくから声で多分。どんな想像ついちゃうの？いや顔出さない方がいいと思うよ。なんでなんで？いい、大丈夫大丈夫、俺らは求めてない。え、じゃあリスナーが求めてたらどうする？いや求めてない誰も。いやどうするどうすんの求めてたら。いやどうもしないけど別に。ね、どうもしないんであればそういう発言はよろしくないよね。よくわかんないね。何がわかんないの？何を言ってんのかさっきからわかんないんだけど。何がわかんないの？何もかもがわかんない、ね、何がどうのって言って、もう何言ってるか全然わかんないね。顔出すな。リスナーさんがコメントで言ってくれれば出すよ。で、ね、リスナーさん。いらない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 。うん、あなたの顔とかいらない。なんでいらないの？なんで、まあ、声だけで大体わかるからだよね。それそういう虚言は良くないよ。え、そういう虚言は良くないよ。 何が虚言なの？そういう声だけでわかるみたいな言い腐れ。言い腐れ、言い腐じゃなくて言い腐れなの、うん、そういう。お前大丈夫かよ日本語。いい、はい大丈夫です。日本語って難しいって言ってた。言い草れ、うん、面白いでしょ。面白おかしくやるのが俺なんで、わかる。あれさっきイケメンって言ってなかった自分のこと。イケてる、イケてる、うん、イケてるの。どっちなの？面白おかしくじゃん。面白おかしくトークはするけどって話ね。会話はするけど顔はイケてるっていうこと。顔はイケてるんだ、うん、じゃあ大丈夫かな顔は。ほんと？うん、大丈夫。和道さんのリスナーさん連れて帰ろうかなと思って。いいんじゃん。おっさんしかいないけど。おっさんしかいない。お前みたいなおっさんしかいないけど。俺おっさんじゃない。和道より若いんだけど。いくつ ?30 歳。へぇ、3つ下か。うん、あ、じゃあ4つ下かな。うん、で、俺、ちなみに和道がね、うん、和道が捨て頃出た時に、うん、教えてあげたんだけど、うん、一応ボクシングルールでっていうやつ覚えてないでしょ。え、俺お前と会ったことないけど。会ったことないじゃなくて DM でこういう本にした方がいいよって言って、あ、マジですか、本当に分かりました、ありがとうございますってワドから。お前さ、
お前さ、恥ずかしいこと言ってんのよ。お前 DM 何件来ると思ってんの、一日。知らねえよ、そんなの。お前さ、DM 送ったら本人。ねえ、お前さ、俺が一日 DM とかさ、DM とか LINE とか何人来ると思ってんだよ。しかも俺に自慢するってどういうことだよ。ねえ、何人来んの？何人来んの？いや、まあ20件ぐらい来るけど。20件しか来ないの？お前来んの？20件以上。来る来る。あ、そうなんだ。来る。すごいね。21件。うん。21件多い？いや、わかんないけど。お前が多いって言い始めたの。そうやって俺そんなお前が20件来るんだよって自慢するから僕20件自慢じゃなくて違うそういうことじゃなくて送った本人が自慢しかけてきたからびっくりしたの。あ、そうなの。俺お前に DM 送ったんだけどってお前のことなんか覚えてないよ。なんで覚えてないの。覚えてるわけないじゃん。毎日毎日20件30件来るんだから。どんな DM 来んの。いろんな DM 来るよ。どんな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 って言われても一個一個覚えてないかな。なんで僕わかんないの。いや、いつも放送で話してる通りだよ。そうなの。うん。今年も捨て頃出るの。出るよ。あ、出るの。うん。ボクシングルール。そうそう。あ、そうなんだ。もうやってんの、うん、練習。ロードワークだけやってる。あ、そうなんだ。うん。もう大会に出ればいいでしょ、ステゴロじゃなくて、普通の。いや、大会出ないけど、俺。だ、あんな頑張ってんだからさ。いや、大会とか興味ないもん、全然。ステゴロも出るなよ、おめえ。で、ステゴロは、だって売名になるじゃん。もう売名になったんじゃないの、もう。まあ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 。ん？ある程度は。いえ、地下学のさ、金払ってさ、地下学出るやつが俺頭悪いやつだと思ってるから勝手にやれよ、素人か。うん、なるほどね。いや、それそうでしょ。自分で金払ってさ、殴り合いしに行くとか頭悪すぎるでしょ。喧嘩したらパクられるからじゃないの。喧嘩をだからそのだから喧嘩す、いい年こいて喧嘩するような人間がバカだっつってんの俺は。そう思わない。まあ普通にそう思うわ。一般の大人として普通の考えだよ、それが。でしょ。そうそうそう。そうなんですね。うん。捨て頃で頑張ってね、ちゃんと。はい。応援してますよ。いいよ。陰ながら。いいいい。お前の応援いらない。なんでいらないの。いや、なんか運気下がりそうだ。どんな運気。あのね、捨て頃で。いいいいいい。応援。強さだから。あなたの応援はいらないわ。なんで。ありがとうね。一応僕北海道に。ありがとうね。北海道で2位のと実力者なの。ああ、いやいやいや、いい。いや、本当に、マジで。いやいや、もう笑わせないで、本当に。もう分かったから。もういあなたの応援は、あなたの応援はいいや。なんか、要件があったらさ、ファンレター、DM 送ってくれたら読んでおくから、一応。うん。いや、読まないよ、めんどくさいもん、打つの。だから喋りに来てんじゃん。あ、まあ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 、まあ、受け取らないけど、まあ、応援するのは自由だから。うん、そうです。ありがとう、ね。コラボとつまちって書いてるし、喋、うん、った方が早いかなと思って。うん。まあまあ、関わることはないと思うけど、あ、まあ、こういう人から、うん、こういう人が応援してるんだって思われたくないじゃん。なんで思われたくないの。いや、なんか、ほら、ブランドがね、あるから、俺にも。ごめんね。どんなブランドあんの。ごめんね、本当に。タレントありがとうね。ごめんね。応援するのは自由かもしんないけど、受け取るか、受け取らないか俺の自由だから、うん、まあまあ、カズ軍曹とか応援するといいと思うよ。いやいや、なんか似合う、すごい似合ってる。ワドワドっていう。いやいやいや、勘弁して、本当に。カズ軍曹とかすげえ。みやびとかいいんじゃないの。カズ軍曹より。いやいや、なんかみやびっぽくない。みやびのとこ、みやび応援しなよ。みやびが似合ってる。あったっけ、うん、何もやってくれなかったから、うん、あいつつまんないもん。うん、いや、みやびとかのリスナーがすごい似合う。うん、ありがとうね。何が似合う。何が似合う。あれ、ええ、そっくり。うん、ありがとう、ありがとう。何がそっくりなの。いや、で、なんか面白そうな人で。頑張ってね。頑張って。何を頑張るの。わかんないけど、いろいろと。何を、いろいろと。仕事とか。うん、仕事とかあるでしょ、いろいろ。仕事とかやってますよ。うん、頑張って、頑張って。何を頑張るの。多分関わることもう二度とないけど。なんで関わること二度とないの。いや、なんか関わりたくないなと思って。
なんでしたらコラボあげたの？いや、まあ誰だか分かんなかったから。誰だか分かんないのに関わりたくないなって思っちゃうんだ。思っちゃった、ごめんね。なんで思っちゃうの？いや、なんか沼っぽいっていうか、なんかドキュンっぽいなと思って。ドキュンって何？いや、なんかガルフィーとか来てそうだなと思って。ガルフィー来たことないよ。来たことない？大丈夫、うん、古い。え、ガルフィー来たことない？うん、古い。でもあれ、そう、普段着ジャージっぽい感じでしょ？いや、ジャージじゃない。ジャージじゃないの？セットアップ、セットアップ。何セットアップって？セットアップ。ガルフィーのジャージは知ってるのにセットアップは知らないの？わかんない。まあまあ、なんかあのサングラスとかかけてそうだし。あ、かけてない、かけてない。夜にセカンドバッグとか、セカンドバッグとか持ってるでしょ？あ、持たない、前そんなダサいのも持たない俺。持ってない、大丈夫。ダサいの持たない。なんかそういうイメージだから。ストロングゼロとか好きそうだから。ああ、俺お酒飲まない、お酒飲まない、大丈夫。いや、なんかあれだな、闇金でしょ仕事って。あ、俺闇金じゃない。闇金じゃない、サラリーマン金。本当に闇金じゃないの？そうそうそう。あ、そうなんだ。何やってんの仕事は？サラリーマン金太郎だよ。バカっぽいな。何がバカっぽいの？配信にやってたらバカって何？天才いるの？喋り方がすげえバカっぽいなと思って。天才いるんだ。いや、もう、いや、ごめんね、バカっぽくて、ごめんね。なんか何が？自分はバカだと思ってないの？いや、俺バカだよ。俺はバカだよ。そうなんでしょ。だ、人に自分がバカだと思うのに、人を自分のことを棚に上げていく。あれか、パチンコ屋が終わったから電話かけてきたんだ。コラボ上がったんだ。あ、違う違う、パチンコもしない、しない。だってパチンコやんないの？パチンコやんないの？子供いるもん俺。いや、パチンコが終わったから今。シングルバザーなの俺。シングルバザーなの。ストロングゼロ飲みながら見てるでしょ、うん、今。いや、見てない見てない。酒一滴も飲んでない。大丈夫？うん、大丈夫。そういうさ、妄想空想激しいのやめよう。いや、なんかそういう声だなと思って。どういう声なの？声だけでだから判断したらダメだよっつって。ダメ？ごめんごめん。歯ないでしょ、兄さんも。歯？なんで歯がないって決めつけんの今度。いや、ないのかなと思って。いや、あるよちゃんと。あるんだ歯。はい。ほー。じゃあ逆に誰？逆に誰ってどういうこと？いや、だからガルフィー来てて歯が3本なくて、パチンコが終わってストロングゼロ飲みながら、俺の放送に来た土方だと思ってるけど俺は。あ、そうなのね。すごい空想妄想激しいね、あなたって、ね、え、違うの？すごいね、想像がすごい豊かで羨ましいよ本当に、その夢の世界っていうの。おお、ね、え、じゃあどんな感じなのか教えてよ。ここ東京ディズニーランドじゃないよ、ここね。え、ディズニーランドじゃない、ディズニーランド。ワイ、うん、え、どんな人なの教えてよ、自己紹介して。北海道の30歳です。山ちゃんと言います。よろしくお願いします。北海道の30歳の山ちゃん？はい。土方？はい、土方です。あ、土方なんだ。はい。盛ん？いや、違います。飛びです。にや、飛びか。あ、はい。飛び職人。大変だったね。はい、大変、大変だ、今も大変です。あのね、頑張ってね。いろいろあると思うけど。はい、うん、はい、け。怪我しない、はい、怪我しないように。いや、怪我もしてます。はい。指もげました、親指。親指もげたの？はい。え、どっちの親指？え、左の親指。左の親指もげちゃったの？はい、もげちゃいました。はい、なんで、なんで、なんで？転んで、落ちて。飛びで？はい、飛びで。飛びなのに落ちたの？はい、飛びで落ちました。はい、マジか。指ないのじゃ、親指。そう、安全帯してなくて落ちて指もげました。やっぱドキュンじゃねえかよ。なんでドキュンなの？やっぱドキュンじゃねえかよ。なんでドキュンなの？いや、予想通りだわ。何が予想通りなの、うん、全然意味が分かんないんだけど。うん、まあでも、まあね、あのね、頑張って、うん、だ、何を頑張るのってさっきから聞いてるの。何を頑張るの？だから、なんだ、ほら、離婚とかさ、育児とか。離婚してる。離婚よ。バツイチ、子持ち、シングルファザーだから。ね、いやいやいや、あ、うん、そっか、うん、もう過去形なのか、うん。そう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 。ING じゃないから。うん、あ、そっかそっか。うん、まあ、なんだろう。うん。なんだろう。俺から
やったね、言葉に詰まるな、なんか。30歳でドカターで飛びか。そうで、親指なくなった。安全帯じゃなくて。親指なくなって。でも、あれでしょ、あの、保険降りなくて、あの、保険入ってないから。保険入ってないから。保険入ってないから、あの、障害者手帳もらえなくてね。そうそう。自分で縫って、なんとかしてるっていう。自分で縫ったの？そうだよ。右手空いてるから。右手でね。強いな。労災は降りなかったの？あ、労災降りない降りない。会社でもうやったっていう手にしたらやばいから、自分で転んだっていう手でやってるから。おお、なんか大変だね。 ありがとうございます。本当に心配してくれてるんですかね、それは。いや、なんか、いや、俺働いてる人ってかっけえなって思う、本当に。あ、本当ですか、ありがとうございます。うんうん、なんか誰かのために働いてるやつって最高だなって。はい、僕子供のために全力で働いてます。うんうん、かっこいいよ。あんたここに来たらダメだよ。なんで？あの、ダメダメ、子供のためにもっと生きてほしい。いや、子供のために生きてるよ、ちゃんと。いやいや、ここに来たらダメなんだって。ここは沼だから。ん？沼。なんで沼なの？いや、もう本当俺たちは沼だから、本当に。俺たちは沼って、俺たちって感じて誰？そうそう。いや、俺と6年間かけてこう関係を築いてきたリスナーさんたち。そうそうそう。は沼なの。そうそうそう。だから子供とか守るものがある人は来ないでほしいね、うん。なんでなんでなんで、配信っていうのは自由じゃないのね。来るのも来ないのも自由なんじゃないの。いやいや、もう本当娘なのか息子なのか分かんないけど、うんうん、幸せになってほしい、本当に。うん、ありがとうございます。もう幸せですよ。うん。あとは嫁探しするだけですよ、配信で。ごめんね。何いや、それはごめん。それはごめんね。なんで謝られんのね。いやー、なんか、無理だと思う。ごめんね。何がダメの？何が無理なの？あー、なんか、メンヘラの40歳とかのババアとかだったらいけるかもしんないけど、あ、向こうも、向こうも子持ちだよ。あーいい、そっちの方が理解してるんじゃない？メンヘラだけどね。メンヘラっつうか沼だけどね。沼なのね。沼、うん、沼はやっぱ強調しないとダメなのね。そうそうそう。あーね、あーね、うん、うん、ひげ生えてる40歳のおばさんだから大丈夫。うっすら産毛が。あ、大丈夫大丈夫、俺が剃ってあげるから。デブだよ。あ、デブで論破ってるよ。デブで論破ってて、サムネはマニキュアだからね、手の。いるいる。あの、指が太いマニキュアだけど大丈夫。それ誰のこと言ってんの？いやいや、だから、まあまあ、そういうリスナーさんいるんだよ。あ、いるんだ。和道さんのリスナーさんでいるってこと？いっぱいいっぱいいる。いっぱいいる。あ、いっぱいいるんだ。うん。デブから好かれるんだ。紹介しようか？いらない、いらない。勘弁して。すぐ食いつくけど。そうなの？うん。それ何？その人たちって和道さんに見ついてくんないの？ああ、もう、うん、ダメ、そういうのは。あ、そういうのはダメなの？テルチャンピンのところに行った。みんなテルのところに行った。あ、そうなんだ。そのデブでマニキュアのやつらは全部テルジャンピンのとこ行っちゃったんだ。そうそう。40年間生きてきてマニキュアしか自慢するところがない女は全部テルのところ行ったよ。あ、なるほどね。うん。あ、 ありがとうしたら和藤さんね、そろそろもう、うん、ありがとうございます、うん、コラボにあげてもらって十何分。とんでもない。うん。頑張ってください。ありがとうございます。あ、落としてくれた方が枠つなげると思うんで落としてください。ありがとうございます。了解でーす、うん。なるほどね。いやー、指取れたってすげーな。指取れたってすごくない？労災降りないんだよ。もうブラックだよな、うん。ブラックだよ。解放は全然マシな方だからね。俺が封印してるポケモン出したらお前らゲロ吐くと思うよ、本当に。吐血するかゲロ吐くか血便垂れ流すと思うよ。本当に、うん。いや、知らない。絡みないもん。
自分で縫ったってすごいよね。ベルセルクみてえだよな。俺自分で自分の体縫う人、ベルセルクの便所太郎しか知らないの。あの人何有名なの？なんかあれだよね。なんか楽しそうだよね。いや、ミウルとかやめた、本当にもう。ああ、そんな感じなんだ。敵がいるんだ。あ、結構アンチが多いんだね、あの人は。まあ、いろんな人がいるな、配信会には。ガスボンベ、あ、ガスパン系なんだ。まあ、ここはね、神聖な神聖な神々が宿る沼だからね。本当の沼だから。ドキュンとか、ジャンル違いだからね。あ、うざいけど優しいタイプだ。いやー、テルチャンピンは本当にかっこいいよ、ほんと。俺だったらメンタルぶっ壊れるもんね。いや、テルはね、勇者だよ、ほんと。金のために。金のために、もうババアたち、あれだからね、テル君かっこいい、テル君かっこいいって引きで見たら、若い女の子が言ってる感じするじゃん。違うかね、40過ぎのババアとか、気持ち悪いデブのババアとかキャッキャしてるだけだから。そうそう、神の沼だから。沼の神だし、神の沼でもあるし。うん、この間頭痛がひどいって配信したんだけど、飲みすぎだった。いやー、わかんないんだよね、原因が。原因がわかんないね。いやー、いや、金のためにババアの君にとかも死んでもやだよ。絶対無理だよ、ほんと。フットサルとかみんな来た方が良かったのに、なんで来なかったの？フットサルのイベント。テルのリスナーのババアがキャーキャー言ってて、もう地獄絵図だったからね、ほんとに。くっそ面白かったから。もう腹痛いと思って、ババアたちが「私旦那に殴られちゃった」とか言って「え？」みたいな、なんか変な会話してると思って「いや子供のご飯作れって DV されるの？」って「当たり前だクソババア」って「子供のご飯作らねえてめえが悪いだろ」って「子供のご飯作らないでテルのフットサル言ってんだよ、旦那が正しいよ」もう地獄絵図だよ本当に。笑うよね。いやもうババア DV 旦那みたいに言ってるけどてめえだろっていう。テルに3万も4万も旦那が稼いだきた金を花火投げて、私の旦那殴るのってバカだろ本当に。笑うよね。配信で食ってく気なんだ。あー、いや彼は磨いたらいけそうな気がする。ワンチャンある気がする。山って人はワンチャンあると思うけど、底なし沼にならないと無理だと思うね。TCP の努力はすごいっつうか、なんか、下品。なんか、心の闇を感じた。いや、テルの闇は深いよ、本当に。テルの闇は深いよ、本当。かなりね、きついよ。かわいそうだよ。かわいそう。お金がすべてっつうかね、そこまでしてお金が欲しかったっていう、泣けてくるよ、ほんとに。ね、こんばんは。あんなのもう青山じゃないよ、黒山だよ黒山。今度からテルのこと黒山って呼ぶわ。金って怖いな。いや金は人生狂わせるよ本当に。金のせいでみんなダメになる、ほんと。
波動さん大好き。え？じゃあ質問していい？65号さん。65号さん、質問していいっすか？和道さん大好きですって。一個質問があるんだけど、聞いてもいいかな？ゲロ吐きすぎでしょ。いや、ディスっていいよ、全然。全然ディスっていい。質問していい？ 65 号さん。俺のこと大好きなんだよね。なんで花火投げてくんないの？俺、生活に困ってるぐらい、毎日毎日、花火一発とか花火二発とかで10時間雑談やってるの。なんで、65号さんは俺に大好きって平気で言えるの？はいじゃねえよ、この野郎！てめえ！てめえ！なんで大好きな俺が困窮してるのに、放置できるのか教えて。なあ。65号。悪魔か、てめえ。てめえ悪魔か、この野郎。よく抜かせるな。大好きとか、お前。明日買ってくる。てめえ今すぐコンビニに走れ。明日じゃダメだ。死んじゃうぞ、大好きな和田さんが。ごめんなさい、つって。冗談だよ。和道くん、くんにできたら100万稼ぐ。いやー、好きじゃない女は抱かないよ、うん。好きじゃない女は抱かないよ。今日カードない。だから冗談だって。な、ほら、もう、こういう冗談が通用しないかな。マジでカードないって明日買ってくる。買わなくていいよ。いいよ、いいよ。いいの、いいの。ただで見りゃいいじゃん。うちも大好きだけど、車のエアロパーツに金使ってるから無理と。その程度かよ、ほんとに。何がエアロパーツだよ。クンニとエロイプね。いいよ。明日でいいですかね。楽しみな。冗談だよ、冗談。テルチャンビンとヤマが明日絶命したら、湯豆腐にカニ入れて祝う。湯豆腐にカニ入れて祝う。ささやかだな、うん。ささやかだね。なんか湯豆腐にカニを入れて祝うっていいね。うん、地元かな。うん。和道さん大嫌いです。俺もお前が嫌いだわ。今日疲れてコンビニ行けない？はいはい。和道去年のフワチ練習まとめてみたを編集中。お楽しみに。ああ、俺の？うわあ、ありがとう、71号さん。ああ、誰だろう。かわいいのかな。てめえ、この野郎、ふざけんじゃねえぞ。おっさんじゃねえかよ、てめえ。殺すぞ！本当によ。可愛いギャルかと思ったらお前クソジジイだったわ。殺されてえのかよ、本当に。いやいや、どんな可愛い子だろうと思ってサムネ見たらクソジジイだったわ、本当。殺されてえのか、本当に。しばくぞ、本当。家知ってるからな。クソジジイ、この野郎。いやいや、本当にクソジジイだから。ありがとうございます。大花火ありがとう。くんに譲るって言ってさ、いらないよ。くんにとか、うん。金のためにするくんになんかダメだよ。ノービジネス、ビジネスくんにはやだ、俺。ビジネスくんにやんないから。うん、え？わっつって。俺は、ほんと、プライベートクンニーだけしかしないよ。はいはい。和道さんの声大好き。うん。ありがとう。してよ。やだなぁ。なんか、その、お金が絡んだ時点で恋愛関係は成り立たないと思ってるんだよね。そう思わなくない？一線でもお金が見え隠れしたらもうそれって恋愛の要素はないと思ってるの、俺。だから、そういうものを求めてないんだよね。もっとね、なんつうんだろう。ドキドキしたいんだよね。うん、ドキドキしたい、うん。
性欲の発散はなんか金で買えばいいじゃん、男を。それこそなんかその辺にいるさ、配信者に3万とか払ったらやってくれると思うよ。なんか嫌なんだよね、俺。好きでもない女を抱きたくない。その人を最終的に傷つけることになるからね。寝るとき聞いてんだ。俺を買いたいの？俺は金じゃ買えないから、プライスレスだから。無理だよ。あ、俺 ADHD だからなんかね、ずっと触ってないと落ち着かないんだよね。普段はさ、上半しか見せてないから、あれだけど、なんかね、やってないとダメなんだよね。いや、やだ。うん、そんななんか金で買って満足するような浅い関係ならいらない。金で買って、ああ、スッキリしたって終わるような関係ってやだ。嫌だね。もっとヒリヒリしたいね。テルチャンピンには不幸になってほしい。ああ。そうなんだ。俺はなんか関わった人は幸せになってほしいけど、たとえそれがアンチでも。テルはまあ、不幸っていうかまあ、プレッシャーはあるんじゃないの。俺とデートするならいくらかかる？高いよ！俺とのデートは。めっちゃ高いよ。3800円はかかるね。払えんのかよ。3800円。3800円だな。結構飛ぶよ。財布すっからかんになるよ。高いよ、俺は。デザート食べていい？って聞くからサイゼリアで。ティラミス食べてもいい？って聞くからダメって言われたらもうやる気ないから、もう一個ティラミス食べてもいい？ってもう一個食べてもいい？って聞くから高いぞ。スーパーのお菓子コーナーで、これ買って、これ買ってって言って、フィギュアがついてるやつ、カゴに入れてくるから、ダメでしょ！ワドちゃん、ダメでしょ！いい？これいい？腹いっぱい食べさせてもらってきた。かわいいでしょ。もうすっげえ甘えん坊だから、ほんとに。手つないで、いい？って聞くから。手つないで、いい？って。いや、ドキドキライブからスカウトは来てないね、俺は。ただ、ドキドキライブからフォローされてるから、そのうち来んじゃないの。新宿っていうか、まあ、表参道かな。表参道だね。うん、まあ、正直ね、うん。表参道か恵比寿だね、うん。業務用スーパーで、アジフライ買っていい？いやー、リスナーにノークンニでフィニッシュですよ。すごくない？逆に言ったら。ノークンニだよ。ノー色恋ノークンニだよ。ノータッチですよ。すごいでしょ。半端じゃないと思うよ。よくここまでやってこれたよな。逆に。今考えると逆に。色恋営業どころか、花火師にお礼の DM も一件も送ってないんだよ。すごくない？ノーコンタクトですよ。ノーコンタクト。よくやってこれたわ、ここまで。うんうん、今日なんか女の子から LINE 来たけど、塩対応すぎて去っていったかんね。
和道さん、和道さんって言ったから、はい、はじめまして和道です、どういったご用件で。いや、和道さん本物だ、和道さん放送終わったら LINE は来るんですか。いえ、僕の LINE は業務的な内容もしくは仕事のブッキング以外のメールは基本的にお断りさせていただいておりますので、リスナーさんからのメールはあまり来ない方です。へえ、そうなんですか。和道さん人気配信者だからたくさん LINE 来ると思ってた。てへ。いえ、先ほども申し上げた通り、私はプライベートでリスナーさんとやりとりは一切せず、ステッカーの販売やお仕事の依頼などについて使っているメール、LINE です。もしくは配信中にリスナーさんから凸待ちなどに利用するアカウントとなっているため、そのような LINE は基本的には一切来ません。って送ったらもう帰ってこなかった。女の子から返信返ってこなくなった。それくらい俺はドライだからね。わかる。その子からもう LINE は二度と来ないと思う。めちゃくちゃ塩対応だから俺。めちゃくちゃ塩。塩の和道だから。俺と DM やったことある人だったらわかると思うよ。びっくりするぐらいね、他人行儀だから。あ、相撲取りいっぱいいるよ。うん。ていうか、相撲取り結構いっぱいいるよ。ドスコイドスコイ、つって。うん。フットサルなのになんか四股踏んでるのかなと思うもんね。なんかリスナーが溜まってるとね。あれ関取？あー、なんだ、テルリスナーか。うん、俺、めちゃめちゃ塩だよ。うん。めちゃめちゃ塩。ソルティー。めっちゃソルティー、うん、もう本当にね、お金だけの関係でこうやっていきたいよね、リスナーさんとは、ね、もう今後とも今後とも、うん、テルチャンピンの元リスナーだってね。うん。らしいよ。ヤンデレラは。いや、テルチャンピンがどんなことをやってるのかね、本当にね、本当にね、考えた方がいいよ。テルが背負ったものは、もうテル傷だらけだからね、本当に。テルボロボロだから今。2年間、金のために全てを捨ててきたんだよ。ボロボロだよ、テルは。知らない。東京に住むメリットない。マジでない。金持ちだったらめちゃくちゃ楽しいよ。いい女は買える。くっそうまいものが食える。なんだろう、見栄は張れる。服も何もかも手に入る。金持ってりゃ天国だよ。貧乏人は地獄だよ、こんな街。俺大嫌い、東京。俺は東京嫌いだね。こんなクソみたいな街。消えてなくなればいいんだよ、東京なんか。男として興味ある。俺にはそこまでできねえ。成田いい街だよ。でももう俺は成田は帰らないって決めたからさ。成田に、いや、成田には帰らない。故郷がないよ、俺には。いろいろあるんだよ。立ってるか寝てるかっていうのは、まあ、浮いてるよね、正確に言うと。浮いてる。北関東か。まあ、TCP とかつけてるのとか、何々推しとか、今のご時世で推しマークとかね、何々推しとか言ってるやつ、相当痛いやつだと思った方がいいよ。相当痛いやつ。沖縄か。沖縄。沖縄な。沖縄か。旅行で頻繁に行くようにしたいかな、沖縄は。住みたいとは思わないな、正直。
ステーキ屋の対応が悪いから、ステーキ屋にお釣り崩してくださいって言ったら、すげえなんか、無理ですみたいに言われた。はとか思って。いやいやいや、と思って。俺客なんだけど、と思って。無理ですって言われたから。いやいや、そしたら彼に失礼だから、崩してよ。いや、だったらお会計別にすればいいじゃん。いや、だから、つって。本当にもう、ステーキ屋の釣り線崩してくんなかったら、マジで殺意湧いたかんだよ、うん。あれはなかったよね。びっくりしたよ、俺。そうなんだ。それ、押しマークなんだ。いや、押しマークとかも本当にやめた方がいいよ。だってさ、なんだろう、リスナーさん、なんだろう、リスナーさんっていろんなところを見るわけじゃん。はって、何々推しとか、何々マークとかつけてるリスナー、うぜえもん。人の枠に行くんじゃねえよっていう。うん。そう思わない。何が TCP だよな。邪魔なんだよっていう。その、テルリスナーであるのは構わないけど、俺んところでコメント書くためになんか、他の配信者のマークつけられてるの失礼だからね。それってさ、どういうことかっていうと、矢沢永吉のライブに、レッドホットチリペッパーズって書いてる T シャツ着るか？俺やられてんのそれだからね。矢沢タオルで来いよって思わない？なんでレッドホットチリペッパーズって書いてあったり、クイーンとか書いてあるので矢沢ライブに来るんだよ。そう思わない？どういうこと？うん、意味がわかんないよね。ゲスの極み乙女って書いてある T シャツ着て、長渕剛のライブ見に行ってるようなもんだよ。俺はそう思うよ。だから俺は押しマークのやつは正直頭悪いやつだと思ってる。いや、それは失礼でしょ。別に何を書こうが構わないけど、何を押そうが構わないけど、マナーは守れよっていう。マナーは守れよって。だってうちのリスナー他の配信者見ないもん。うちのリスナーはうちしか見ないから。いや、俺アーティストだけど。俺アーティストだけど。何か。サインですか？サインが欲しいの？俺サインやってないから。スタップくん、あとはどうしたの？いやいや、いらない。スタップくんはもういい。スタップくんもう来なくなっちゃったから。一回来たけど怒鳴り散らしたから。配信会ナンバーワンに、ナンバーワンと噂の名高いスタップくんを、俺は二度と来んじゃねえ、ゴミ野郎っつって5分間罵倒したからね。スタップくんはもう来ないよ。いや、初めてのコメントが、スタップ君が、なんか、ファンタスティック花火投げた、花火10発投げて公開だの。アンチだけど、頑張れ、みたいなこと書いたの。私アンチだけど、まあ頑張れ、みたいなことで、お、プチーン来て、てめえこの野郎ゴミ貸せやつって、アンチの汚ねえ金なんていらねえんだよとか言って、ディスりまくって、二度と来んじゃねえとか5分とか、このスタップとか言うやろうよとか言って晒し上げたら、スターマイン3つぐらい投げて、もう二度と来ませんつって、二度と来んなこの野郎つって。その次の日に、よっさんに100万円使ってて、冷や汗出たよね。たらーって。
あって思った。よっさんの枠でスタップ君100万投げてて、あーってなった。あーってなった。そう、まあまあ、しょうがないでしょ。ああ、花火ありがとう。捨て頃見ました。マジっすか。ありがとうございます。花火ありがとう。今年もやりますせー。捨て頃。おっさん体張りますせー。おー、あれ、久しぶりじゃん。捨て頃見ましたって、捨て頃。捨て頃ね。ループで何が悪いんだよ。ループでいい？ループでもいい？ティラミス食べていい？ドレさんが会いに行くって言ってたトムっていう方ですか？違うよ。トムじゃないよ。車椅子じゃないわ。スターマイン3発でもありがたいだろう。ありがたいけど、なんか、気持ちよくもらいたいんだよね、金は。ちょっと、のんちゃんのこと、ヨーダ平沼とか言うのやめて、ほんとに。ヨーダに似てないから。やめて、ほんと。広めようとすんのやめて、それ。何定着させようとしてんの。いや、ゆいがさん強いんじゃないの。結構強いと思う。監督かっこいい。まあまあ、本当にね、竹野内豊か激似って言われてるからね。スタップくんめちゃくちゃゲスなラジコンするやつだから、せが、ああ、なんかそうらしいよね。俺はスタップくんがいくら投げても俺はラジコンになんかならないからね。リスナーの言うことなんか一切聞かないから。何一つ聞かないから、ほんと。完全に落ち目だが殺してくれよ。さっきなんかコラボ上げてきたけど、マジ殺意湧いたから、あいつぶっ殺すわ、マジでリングで。あ、マジで殺すから。今回試合とかじゃねえと思ってるから。殺す。マジ期待して、ほんとに。50過ぎた色黒のおっさんを殺す。あ、殺すよ。一回ラジコンになって金稼げ。いや、プライドが高いから無理なんだって。プライドが高いんだって。思い出した。俺、ラーメン屋に行ったの。すげえ腹立つことがあって。いらっしゃいませ。どうぞ。奥の席でもいいっすかって聞いたら、はいって言われたの。何これと思って。普段すげえいい感じの店員さんばっかりなのに、奥の席拭いてて、いや、すげえ混んでて、で奥の席空いたから、あ、奥の席いいですかって普通に聞いたの。はいみたいな感じで、ご注文はみたいな。何なんかもう、やだ。美味しいラーメン食べに来たのに。ね、違う。なんか、いや、ごめんなさいとか言ってくれて、今混んでるんで、こっちの席だったらとか言ってくれたら俺、いいけど、俺、一応ワンクッション入れてるわけじゃん。そう、すげえイライラしてて、店員さんが。なんかね、ちょっとね、傷ついたんだよね。わかる？なんか、そういうのって嫌だよね。いや、奥、座んなきゃよかったと思って。で、俺、つけ麺が好きなのに、もうそれでちょっとイライラしちゃって、指さしたメニューが豚骨ラーメン頼んじゃって、すげえへこんだ。あれ？豚骨来たと思って。うわ、ここつけ麺が美味しいのにと思って、無意識にもうパニックになっちゃってて。豚骨ラーメン全然美味しくねえの。もうすげえ嫌だと思って。でも、ここでこねたら負けだと思って。もう、確実に俺豚骨ラーメン指さしてたから。すげえ、もうなんか不幸重なるわと思って。
いやもうダメなんだよね俺。そしたらね、でもね、でもちょっと救われるのが、若い店員さんが、に、すっごいいい対応する店員さんが来て、ごめんなさいね、みたいな顔を少ししたの。うわ、この人めっちゃできるじゃん、とか思った。すいませんね、みたいな、ごめんなさいね、っていう顔をしたの。いや、その店員が腹立つのが、50代とか40代な感じなの。で、若い方がごめんなさいね、みたいな感じだったの。どう思う？どう思う？なんか、いろいろ考えさせられるよね、ちょっとね。俺はイライラを表に出さないでグッてこらえて、逆にそうじゃないんですよぐらいに、なんかちょっとテンション上げ目で、なんつうの、注文した。あ、じゃあこれいいですか？みたいな。悪い客じゃないよアピールして、なんかそれも含めてへこんで、なんで俺こんななんかブスッとした態度で明らかに接客おかしいやつに俺がフォローしてんだろうとか思って、でもまあ若い店員さんがフォロー入れてくれたからさ、どれが地元に来た時に10万積んでやろうと思ってたのに枠で突然男は来んじゃねえと怒鳴ったので逆にブロックしてやった。あー、まあ、地元、あのね、リア突の時とか結構リスナーさん包んでくれるんだよね。なんかやっぱり地元に来てくれるのって嬉しいらしいのよ。遠方とかの人だと。茨城とかね、あの静岡のリスナーさんとか、あの地方の方、四国とかそうなんだけど、すっごいよくしてくれるの。なんでかっていうと、大手が来ないって嘆くの。なんで大阪とか北海道とか沖縄ばっかりなんだよって、なぜ愛媛に来ないんだみたいな。もう別に大手じゃないじゃん、まあまあ中堅どころだと思うんだけど、よく来てくれたみたいな。愛媛いいでしょみたいな、愛媛なんで来ないのみたいなのがすげえ面白いの。徳島とかそう。だから、多分ね、静岡の人とかも缶コーヒーとかわざわざ持ってきてくれたりとか、来てくれてありがとねーとか、また来てねーみたいな。ハートありがとうございます。こんばんは、便所さんの枠でステッカー紹介してた、欲しいな。和道さんの買えるかな？これですか？これですか？便所太郎、ギャラ上げろバカ野郎、ギャラを上げろ。売れないステッカーがこんなに溜まってるんだよ、ステコロ2の。こんなの作る暇があったらギャラ上げろバカ野郎、クソ便所、クソ便所。ギャラ1万5000円に下げないで、売れないステッカーなんか作るんじゃねえよバカ野郎。ステッカー作る暇あったらギャラあげろ。売れねえんだよ。在庫の数見ろよ、これ。去年の。ふざけんなよ。いや、誰も買わねえんだもん。お前、うちのリスナー、お前、4、50代のババアとかだぞ、お前。3、4、50代のババアがシール買うかよ。シールなんて買わねえんだよ。ふざけんなよ、ほんとに。めちゃめちゃ在庫余ってるよ。こんなに、だったら、これ作る分ギャラあげろよ。こんな売れねえんだからよ。ふざけんじゃねえよ。金をよこせ、金を。こっちは食ってくのに必死なんだよ、ほんとに。なんだよ、これシール。ビックリマンシールじゃねえんだから、お前。全然売れねえよ。もう在庫の山だよ、在庫の山。いいよ、もう。全員の入場曲とステッカーたまたま見てたら紹介してた。あ、そうなんだ。へぇ。まあまあ、欲しいって言われたら、まあ、まあ、買ってくれたらめっちゃ嬉しいけどね。全然売れないよ、ステッカー。和道ステッカー。全然売れない。売れてないよ。
売れてない。買って、ステッカー買って。できれば気を使って2、3枚買って。2、3枚。ワドーのいらないの？嘘でもいいからもう半分とか言っとけ。振り込みは DM か LINE に連絡くれたら振り込み全然しますよ。ここに振り込んでくださいとか。ステッカーちなみに4種類あるから。4種類。うわ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 在庫これだけだと思ったの。うわうわ引くわ引くわ。在庫これだけだと思ったらもう一個出てきた。全然売れてねえ。怖い。在庫出てきた。うわ、俺、二つだと思ってたの、去年のステッカー。うわ、まだ出てきた、在庫が。怖い。こんなにある。怖い。うわ、在庫だらけだよ。在庫だらけ。一個ね、ちょっと待って。これが1枚500円。このステッカー、ステゴロ3が1枚500円で、これね。ステゴロ、ビックリマンのサイズ。で、ステゴロ2の時のステッカーもこれ1枚500円。ビックリマンシリーズは500円で、で、これが1000円で売ってる。これ。これ1000円。これ1000円。よいしょ。もう一種類ある。これも1000円。これも1000円。で、送料が200円。送料が200円。コンプリートセットは、僕が今着てる T シャツ込みで、23,600円ですね。これをプレゼントします、これを。ステッカー全種類と、俺が今着てる T シャツを洗わないで、レターパックに詰め込んで、俺の匂い付き。獣臭。ちょっと香ばしい匂いがする。お願いしまーす。いや、結構売れてるよ。俺の選択してない T シャツ。脇が T シャツ。脇 T。通称脇 T。脇 T 買ってください、全部買うのに送料無料にならない。しかも使用済み T シャツ。臭そう、臭いよ、LINE しといたから見といて。はーい、了解でーす。あとで放送終わったら返すね。家系ラーメンの匂いはしないよ。しない。このアングルきつい、分かったよ。うるさいなーもう。髪の毛剃らないよ。買ってくれたら嬉しいね。なんか活動費になるから。もう正直カツカツだよ、もう本当にカツカツ。少し安くならないですか？いやいや、ちょっと勘弁してよ。500円のシール買うのに、いや、値切るってどういう根性だよ、お前。もうね、500円払えないやつは買うな。働けよ。500、お前、配信者ってどれだけ金持ってねえと思ってんだよ。
負けるぐらいな関係やめよう。もう本当にメルカリじゃねえんだから。シャツ？シャツは冗談だよ。勘弁してくれよ。ああ、余分に振り込んでくれる人とか超ありがたいね。お前50円2枚とかもういい加減にしろよ、お前。本当に。勘弁してくれよ、本当に。いいよ、気持ちだけ受け取っとくよ。ステゴロ3はね、6月の23だね。毎月、毎年6月だね。全然アイテム飛ばないよね。全然アイテム飛ばない。最近やばいよ、本当に。だからステッカー1枚売れるだけで全然助かるかんね。ほんとね、死に物狂いですよ、配信も。ほんとに。ステッカー単価？原価の話？1枚安い、格安で、大型のロットで5円とか。で、高いステッカーだと30円ぐらい。ちなみに俺のは限界1枚いくらだったかな？ 26 円とかかな。まあ、合ってないようなもんだよ。ただ、1枚26円、1000円で売るなって言ってくる人いるんだよ。これ20いくらだったんだけど、これも1000枚とかするったりとか、2000枚とかするから、なんだかんだ5、6万いくんだよ、こういうのって。儲けるって、お前在庫の数見るか？俺の実力でさ、2000枚とかさばけると思う？もうね、原価言いたかないけど、こんなん合ってないようなもんだよ。10円、20円とかだよ。それを500円とか1000円で売ってんだよ。ステッカー？いいよ。俺のは、こういうやつで、これがちょっと高かったけど、これサテンの布製なの。スタッフパスみたいな。光沢のある布なんだよ。わかるかな？材質。そう。ちょっと高いんだよね。いやもういいよ。金儲けの話やめようぜ、バカバカしいから。ステッカーもこだわっちゃったよ。ロフトのイベントでもワードチケット1枚しか売れなかった。違うんだよ。なんだかんだ3枚売れたんだよ。集客3だから。集客さん、そう、チケット1枚じゃなかったの、3だから3。まあね、ありがたいよね。アンチコメしづらいよ今。アンチはね、閲覧は減らないから叩きやすかったけど、ついにね、花火飛ばなくなったはね、ザマーだったの。閲覧減った、ザマーになってるから今。あれってなってるから。20人 ?30 人とかなってるから。そっとじだよ今俺のアンチは。いや、俺本当に昼間とか30人とかだよ。花火0発とか花火1発、4時間枠、花火1発、花火0発、閲覧30とかで、ザマーって言われなくなったからね。なんなら和道元気かみたいな感じだよ。最近多いでしょ？和道元気ってコメント。一番聞くからね。アンチに気を使わせるっていう。在庫の山だよ。在庫の山。ワド、頑張れよってなってるから。いや、本当に、落ち目どころじゃないよ。本当に、オワコンだから。さすがにアンチがそわそわしてるから。
やばい、叩きすぎたって。おもちゃが壊れるっつって。俺らの大事なおもちゃが壊れちゃうっつって。今、アンチがわちゃわちゃしてるから。あわ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 っつって。壊れたらどうしよう、どうしようっつって。いや、和道元気って普通に聞いてくるから。元気だよーって言って、おうってなるの。頑張れよって言って、頑張るーって。もうほんと、叩きどころがなくなってきたから。すごい。すごいよ。アンチに気を使わせるぐらいになってきたの。ここ何年かな ?4 年ぐらいかな、うん、そう。ステゴロステッカー、ステゴロステッカー売ってるので欲しい人 DM ラインワード。了解。うん。どう見ても元気じゃねえから叩きづらい。ちょっと叩きすぎたなって、ちょっと反省してるぐらいじゃないの。ちょっとやりすぎたなって。ほら、いじめっ子のヤンキーとかも、ちょっと本当にいじめすぎて学校来なくなると心配しだしたりするじゃん。あの現象。わかる。お、学校来いよみたいな。お前いないとダメだろみたいな。カズ軍曹いいよ。コラボ上がっていいよ。全然。お疲れ様でーす。壊れた屋台船も揺れちゃう。いや、もう大変なことになってるよ。もうこのままみんな死ぬのかってなってるから。壊れたおもちゃは元に戻らないんだよ。いやいや、同情アイテムなんかもうないよ。そんな時代は終わったんだよ。同情アイテムが飛ぶような甘い時代じゃないんだよ。もう終わったコンテンツだから。終わったコンテンツ。いつもの雑談やってるつもりなんだけど、俺。ワンルームだよ。マンションじゃなくてアパートだけどね。マンションなんて高級なものは住めないよ。ていうか、マンションと俺、アパートの違いよくわかんないんだけど、何なの?マンションとアパートの違いって何なんだろう?マンションとアパートって。何が違うんだろう?通常枠でコメントないいいじゃん、もう。もういいんだよ。もうなんか今更どうこうしようとか思ってない、もう。いろいろあがいてきて、もう疲れちゃったよ、俺。黒髪似合ってる、ありがとう。コンクリか木造かの違いなんだ。木造だね。完全に。いや、木造だよ、ここ。アパートみたいなところでマンションってある。へぇ。まあ、雅は始まってないかな。雅が、なんか人気になったことって俺見たことないから。広くないよ、全然。メンヘラおばさんカモビジネスなんてやってないよ、俺。コンクリート体に悪いの。4階建ての木造すげえな。なんかコンクリートの方が安く作れそうな気はするけどね。木の方が高いと思う。実家何年帰ってないんだろう。9年ぐらい帰ってないかな。もう、7畳だよ、ここ。みやびふわっちで、どうしようかな、あんまりコメント上がらないし、エサレ少ないからツイキャスに切り替えるかな。うぜえ。どうでもいい、どうでもいいな。連絡取ってないよ。サメちゃんがワド監督のステゴロ3のセコンドやるって言ってた。え、
ブロックされてて放送見れてないんだよね。いつも頭おかしいよ。4人なんだけど、ちょっと複雑なんだよね。まあ、一般的に言う3人兄弟なんだけど、腹違いの弟が1人いるから、一緒に住んでない弟が1人いるかな。でもまあ、もういいんだ。迷惑かかるから、もう家族いないって言ってる。そう。アイラ帰ってきた。お帰り。鮫島と青山喧嘩めちゃめちゃしてるよ、うん、中学生が好きそうなものをかき集めたらこの部屋になる、うん、わあ花火ありがとうありがとう。誰だろう。アイラに花火投げてもノーリアクションなのでプレゼントします。ありがうわあすごい。2発もくれた。ありがとう。マジでいいの。ありがとう。誰？あ、ありがとうね。なんでやさぐれてんの？うん。俺沼だよ、基本的に。あのね、沼は沼なんだけどね、ちょっとね、質の悪い沼なんだよね。そう、俺の場合。ありがとう。いや、今日たくさんいただけて嬉しいわ。ありがとう。いや、沼は沼なんだよ。沼なんだけど、ちょっとね、タッチの悪い沼なんだよ。親と縁切ってるね。うん。ありがたいね。そう、理屈っぽい沼だから、そう。ミースケ、ニンニ、ソソ、ヨーダの四天王で最低生活保障。映画制作シルバー、旅企画の名目でプラスアルファのボーナス狙い。なんかさ、人のことさ、パチスロの、なんか、パチスロの設定みたいに説明すんのやめて、ほんとに。それ、パチスロの横にあるさ、こうやって手に取って機種、あ、こういう台なんだ、みたいな。ニンニ、ミースケ、ソソ、ヨーダの四天王で最低生活保障とか言って。何号機だよ、俺。ググったらアパートとマンションの明確な決まりはない。へぇ、言ったもん勝ちなんだ。なんかマンションの方が高いイメージあるよね、うん、俺はね沼だよ。沼なんだけどちょっとタチが悪い沼だよね。パチスロ大和道ロハコディープキス演出激アツ金枠橋本くん酒ぶっかけ金枠、うん、あとなんだろうな、野田総理ウサギ盗む演出激アツロハコ全回転だろ。キュン、和道さん全回転です。僕はですね、和道さん大好きなんですね。僕はナンバー2です。なんでみんな僕のこと沼って言うのかな。和道さんおめでとう。ロハコ全回転めっちゃ面白いじゃん、うん、でも配信者のパチスロは結構面白そうだよね。パチンコとか乗り込み行軍のんちゃんはお薬さんだからーつって乗り子背景、うん、佐野襲撃リーチなんだてめえガッチャガチャにしてやるよーつって配信者一人だと、ちょっとスロット代はまだ弱いかもしんないけど、配信会全体だったら結構盛り上がるよね。激アツバールチャレンジ。KW レジデンスのドアをぶち破れ。連打ダダダダダ開けらんかい開けらんかい勘弁してください勘弁してください自分、ヘタレでーすNG デンスリーチ。寒いのは KP だよ。KP チャンスは寒いよね。あんたたち行くわよ。うわぁ、KP チャンスだーっつって。ハズレだろう、つって。エピソードリーチ。ストーリーエピソードリーチ。筑前に。
筑前にエピソードリーチは熱いよね。金映えと金映えチャレンジ、タマコかツバニャンかハルさんを選べ。ルーレットスタート、ツバニャン、あー外れだ、寒いやつだわ。森ドンチャレンジ、石川ぬるゆきを怒らせろ。絶対ハマるでしょ、うんうん、絶対面白いよね、うん、企画もののリーチは外れない、うんうん、便所太郎ドローンチャレンジ、あ寒いやつだ。絶対外す。あの、おま、もう、絶対、もう、なんでこんなの作ったんだよっていうね。便所太郎がうまくドローンを飛ばせたら、発展だ。絶対外れ。胸キュンリーチは熱いでしょ。ノーマルだよね。うん、どれの深夜食堂が全裸で六本木を歩いたらボーナス確定。来たーっつって。どれの深夜食堂チャレンジ、六本木を全裸で歩け、うん、可愛いと思う配信者は女の子で、あ誰だろうね、激アツ。誰だろうね、まあまあ可愛い人は可愛いよ、うん、パトラッシュさんが粉茶を入れたら大当たり。面白いね。七原くん、七原くんはもう激アツだよね。七原くんの FX のグラフに注目。上がれ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 、来た来た来た。暑いようで寒い。よく外す、うん。ラムメロちゃんはタイプではないかな、俺は。うん、ラムメロちゃん生で見てるけど、これはタイプではないね。うん。うん、あれだよね、どれ、棚作りボーナス。レギュラーボーナスね、これ。通常外れ。どれさんが棚を完成したら、格変だ。でも絶対格変になんないの。うわー棚作りだっつって、どれが本棚を作れたら格変だ。作れない、うん、レンダあそうだね、後ろのリンゴ箱がみかん箱になってたらちょっと熱いね。うん、釈迦が よぎったらちょっとチャンスだね。釈迦がよぎったら、うん、ペコと釈迦が出たらちょいやつだね、うん、まあ、うん、緑だね、ゴサブリーチでしょ。ゴサブリーチはめちゃめちゃ熱いよ。ただゴサブリーチは誰なのかによるよね、うん、ごしゃぶ、しゃぶられるのがワン太郎だったらちょい寒い。うん、あと、超激アツ演出なのは、ヨッサンが杖をついてないバージョン。ヨッサンリーチの時に杖をついてなかったら意外と隠れ激アツだから。隠れ激アツ、うん。意外と見逃しやすいんだけど、そう、杖をついてないよちよちバージョンはもう確定。ほぼ確定、うん、あとは何だろうな、いろんなパターンがあるよね、いろんなパターンが。ゼブラ柄ゼブラ柄、うん、その代は根強い人気だと思うけどね、根強い人気、うん、
モモナさんステモモナナステージはガメラさんがたまに現れる。ガメラさんが現れると超激アツだから。あれってガメラさんいた？って、うん、そう、それも隠れ演出だね。うなちゃんマンステージはあのマゼさんがいたら激アツだね。たまーにちょろっと影の方にマゼさんが見切りでいる。佐野の面が逆だったら。なんか面白そうだよね。なんかあるかね、他に演出要素。海物語俺やんないからわかんないな。部長が土佐犬。あ、赤信号、なんだろう。赤信号ステージで、赤信号が実は赤信号じゃなくて、はじめ社長だったら確定だね。あれ？これ信号さんじゃなくて、はじめ社長じゃない？って。ダメか。版権の問題があるか。ウームーの版権の問題がある。やっぱ、ヨシエラッシュだよね。ヨシエを怒らせろ！つって。どんどん出てけ！どんどん出てけ！って。このクズがつって。あー、トロカフェは激アツだね。JK ラッシュ、ゆいがチャレンジ JK ラッシュ。12歳に13発叩き込んだら確定だ。ダメでしょ、これは。これはダメでしょ。これはダメだ。復活パターンなんだろうね。もちろんあれだよ。あれ、ちゃんとみんなが喜ぶ演出用意してて、通常ステージ、各編中の音楽は新ヤッチョだから。新ヤッチョの曲が流れるから。で、5連すると、ヒイラギリオに変わるの。ただヒイラギリオはなかなか聞けないけど、通常は新ヤッチョの歌、うん、PV 流れるから熱いでしょ、うん、いいでしょ。ガンダム見たことないけど、鉄血のオルフェンズっていうの初めて見て、なんか微妙だったかな。ファーストガンダム見たいんだよね。なんとかジオリジン。ありがとう、花火ありがとう。ガンダムザオリジンだっけ？あれめちゃめちゃかっこよかった。さあめちゃめちゃかっけーとか思って。あれ初代ファーストガンダム見てみたいね。こちらこそ見てくれてありがとね。なんだろう、今日すげえアイテムくれるみんな。ありがたっす。あー、ありがとう。なんだろう、今日はすごいね。ガンダムファースト見たいんだよね。ガンダム、みんなファーストガンダム見てるの？あれ、面白いのかな？うん。嘘。何ガンダムが、鉄血のオルフェンズは、なんか、戦闘、やっぱ宇宙の戦闘シーンとかいいなと思ったけど、なんかストーリーが臭すぎてダメだったな。もう1話2話で結構げんなりしたかもしんない。なんか臭いの、演技が。俺はちょっと、鉄血のオルフェンズ、まあ、なんか機体はかっこよかったけど、その、なんつうの、モビルスーツって言うんだっけ。今日ね、ありがたいね。ガンダム何がいいんだろう。一番好きな機種、初代北斗がもう狂ったように打ってたね。初代北斗、パチンコのエヴァンゲリオン、もう狂ったように打ってたね。あー、逆シャアまでか。
まあ、ファーストから見てみないとな。うん。あの、新しくやってた逆襲のシャア見たとき、すげえかっこよかった。シャアがガタ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 って震えながら、あの震えがかっこよかった。なんか、そこまでやるんだって。なんか、ガンダムって静かに乗ってるイメージだったんだけど、すごい、なんか加速していくごとに、コックピットの揺れとかをすげえガチャ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 って描いてて、かっけえと思って、描写力半端ねえと思って。いやーもう今日は10時間以上やってるから放送くったくただよ。最近ね、ロードワーク毎日やってるから体力なくて、もう寝る寝る。明日も走らないといけないから。ファーストと逆車だけで OK なんだ。逆車が新しいやつだよね。ガンダムよりスターウォーズ見ようよ。ヨーダはノリコに似てる。ワドは C3PO。カイホーはジャバザハットに似てる。うるせえわ。うん、アビバは配信会で例える。アビバは俺じゃない？配信会のアビバは俺じゃない？わかんないけど。ロードワーク配信いらないって言っても、配信つけてなかったらサボるもん。配信つけてなかったらサボるし、練習してねえって言われるのが嫌なんだよ。そう。あ、絶対怠ける俺は。プライベートであんなことできないよ。だからもう自分戒めるためにやってんの。かそるの分かってるし、みんなもつまんないと思うかもしんないけど、でもね、俺ああいうのを積み重ねて感動があるんだと思うよ。確かにつまんないと思うの、ロードワーク配信とかって。要はスパーリングだけ見せろっていう人もいるのよ、練習配信とか。でも俺はそれ配信違うだろうって思ってて、そういうコツ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 積み重ねてるのを見て感動があると思ってるから、でやっぱ全部さらけ出すっていうのが、うん、いやサボっちゃうんだよ俺、ほら見えっぱりじゃん。そう、みんなが見てないとサボっちゃう癖があるから。だからなる配信つけるって決めてんだよね、ロードワークは。一応記録に残すっていうかさ、まあつまんなかったらそっとして他見に行ってよ。あ、今日もやってんなこのバカと思って、まあ、大体30分で走ってるからタイミング見て帰ってくればいいし、もうそろそろ終わんだろう、雑談してんだろうなとか。そんな感じで。うん。ボン今日サボってたね。ボンいなくて大変だった。あ、ジャギか。あ、ジャギっぽいな、確かに。うん、ジャギ、確かにアミバじゃないね。ジャギだな。うん。ジャギだね。ジャギ。よく、でも、ジャギは、ね、北斗の、あの一派に入れたよね。あんなに弱いのに。じゃあ、そろそろ寝まーす。皆さん、ありがとうございました。たくさんアイテムありがとう。面白かったらフォローしてください。おやすみなさい。お疲れ様でした。